はいさい。はい、ということで今回は開幕予想オーダーでリアタイをやっていきたいと思います。いやー、 WBC 暑かったですけども、もう早くもですね、約1週間後には NPB 開幕ということで、今回は我が巨人軍のですね、僕が個人的に勝手にですねオーダーを予想してリアタイをやっていきたいと思います。ではですね、私が予想する開幕のメンバーはこちらでございます。はい、まずは野手ですね、このようなメンバーになりました。ですね、まず一つレフトとセンターについてなんですけども、レフトのウィーラーはですね、まだ輩出されてない、オコエ選手のちょっと代替えで、ウィーラー選手を採用させていただきました。まあ同じ右バッターですしね。でセンターはクロマティじゃなくて、ブリンソン選手をちょっとね代替でやらせてもらいました。で、DH の中島選手、そしてベンチはですね、私が今頑張ってもらいたいなと思っている選手たちを起用させてもらいました。特にベンチのメンバーは、2軍で頑張ってる方がほとんどなので、頑張って1軍に上がってきて活躍を見たいなと思っているメンバーでございます。でこちらが打順ですね。こちらも相当迷って、もうどの打順にすればいいのか全く分からないんですけども、まあ1番オコエ選手はまあオープン戦の活躍見ても3割3分打ってるので、まあオコエ選手はレギュラー確定かな。まあ、ウィーラー選手がちょっと今不調なんでね、2軍落ちしてるので、まあオコエ選手一択じゃないのかなと思ってます。で2番、丸選手、こちらも好調ですね、3割超えで、3番吉川直樹選手で、4番はやっぱ岡本選手に今年は戻すでしょうというところで、4番に岡本選手で、5番が中田翔選手ですね。中田選手もね、まあ、オープン戦まだ本調子とは言えないんですけども、まあ、3番でもね調子が上がってきたら面白いのかなと思ってはいるんですけど、まあ5番ぐらいが妥当なんですかね。で6番ブリンソン選手ですね。ブリンソン選手もね、いいのか悪いのか、まあまだちょっとまだねパッとしない感じではあるんですけども、調子が上がったら3番とか、まあ、はたまた2番とか置いても面白くなってくるかなと思ってるので、めっちゃ応援してます。ブリンソン選手ですね。輩出も超楽しみですね。で、7番が坂本選手。坂本選手やばいっすね。ちょっとめちゃくちゃ心配してます。まだヒット1本ぐらいしか打ってないですね。打率もね、1割にすら到達してないっていうところで。まあ、どうなんでしょう。門脇選手がチラチラつく感じにはなってきてるんですけども、まあ、門脇選手、まだいないんで、まあ、今回は坂本選手で生かしていただきます。まあ7番ぐらいかな、今の感じだとっていう感じですね。で8番がまあ大城選手、まあ、こちらも妥当ですかねっていう感じで、まあ大城選手7番とかになってきてもいいけど、坂本選手8番に置くっていう感じですしね。まあとりあえず8番大城選手で生かしてください。で9番はピッチャーなんですけど、まあ今回は中島選手で生かしていただきます。続いてピッチャー陣なんですけども、今回は戸郷選手で生かしていただきます。まあね、 WBC とかあったんで、まあ正直開幕行くかなっていうところもね、あるんですけども、まあ、菅野投手もちょっとね、なんか怪我がちというか、前回の登板でちょっと降板してたんで、まあ、今回はまあ戸郷選手で生かしていただこうかなと思います。で中継ぎ陣も、入れました。大井投手結構オープン戦絶好調ですね。未だにまだ1点も取られてません。防御率0です。まあ登板数そんな多くはないですけど、今年はちょっと活躍期待できそう、久々に出てきそうですね。楽しみです。極にしたい、極みにしたいですね。で、安定の高梨投手、もう高梨投手はもう完璧ですね。はい。で鍵谷投手もなかなか安定してますし、畑投手はちょっとね最近出てないんで、今どういう状況になってるのかな、怪我したのかなっていう感じでちょっとよくわからないんですけども、まあ、他に選手もいないので畑選手採用させていただきました。で抑えはですね、まだ大勢投手 S ランク持ってないので、 A ランクの大勢投手で今回は行こうかなと思います。このメンバーでリアタイ早速やっていきましょう。さあやっていきましょう。今ねちょっと打率がね4割ぐらいしかなくて、僕もう本当にね下手くそなんで、温かい目でね見守っていただけたら嬉しいなって思ってますっていう予防線を張ってからスタートしていきますけども、お相手山本投手ですね。さあ1番オコエです。ウィーラーじゃないですよ。今年のねオコエ選手、皆さんよっ超いいんじゃない。おお、幸先いいね。初球ちょっと甘めの内角来た、捉えていく。今年のねお声本当期待ありますよねって言おうとしたらすぐ終わったんですけど、今年のね巨人ファンの皆さんお声ちょっと期待しちゃいますよね。ちょっとねウィーラーが、あんまりよろしくない中、お声選手がちょっと覚醒しつつありそうな気がする。まあでもねプロスペ的には今のはあーってなっちゃうけど、でもね実際の試合だったらこれでワンアウト三塁で1点入れられるチャンスですから、
いいですよね、2番丸選手悪くない、うん、どうなんだろう、本当はね3番丸選手がいいのかなっていう気がしなくもないけども、まあね、どうでしょうか。あーやばい、大越さん走って、大越さん走って、走れないわな今のじゃ、走れない。いやー本当こんな感じなんだよね、プロスピ難しいっすね本当に。よっしゃー、オッケー。あ、っていうか岡本選手お帰りなさい。いやー本当にね、 WBC いいもの見せてもらいましたね、ナイス活躍でございました。あーもうチャーチャーチャー、ごめんなさい、あーごめんなさい、もうちょっと差し込まれた、あーもう全然ダメだ、もう気を取り直してやっていくしかないな、もう本当に申し訳ない。あー東郷選手いい活躍でございました、お帰りなさい。いやー抑えていきたいね本当に、選手が本当にいい活躍で感動をもらいましたよ。戸郷選手もね、アメリカ戦いい継投でございましたね、いい活躍でいいリリーフでしたね本当に。でなんかね、ダルビッシュ投手からもいろんなね変化球とか、まあいろいろ教えてもらったという記事も読ませてもらいましたよ。いや今年ねどんな感じになるのか、本当に成長著しい若いっていいですね本当に。 OK ナイス、 OKOKOK、 意外と落ちるんだよねこのスライダー。打率も上げていきたいな、まだいってる、本当に打率を引きずってしまいますけども、まあまあまあいいでしょう。さあ抑えた、ナイスです、東郷選手いい配球。さあ気を取り直して5番中田選手ですね、ちょっと待ってね、恥ずかしい恥ずかしい、ちょっと集中しますよ。やっぱね、うん、中田選手が5番にいると結構やっぱ厚み増しますよね巨人の打線は。さあ追い込まれていく、 OK いいんじゃないの、あーいい流し、広角なくてもここまで飛ばしていく、ナイスバッティングです、さすがでございます。さあこちら、ブリンソン選手です、ブリンソン選手の代打でございます。さあブリンソンね、ほんとどうなんですかね、ホームラン打ってますけどね 2,3 本、なかなか期待できそうな雰囲気ありますけども、いやでも楽しみですねどうなるか。うーんウィーラーと、ウィーラーじゃねえや、おう、ウォーカーか、ウォーカーと似てるなんて言われてたけども、なかなか守備もね良さそうですし、さあ相手ちょっと押されてんじゃないの。さあどうだ、坂本選手頑張ってほしい、1割もいってないオープン戦どうした。ああ坂本選手不調やな、不調やな、俺も不調やな、しかし本当に、ああ大城選手もうそれはあかん本当に。さあせっかくなんでね中継ぎも出していこうかと思います。さあバッティングが不甲斐ない分投手で頑張っていきたい。さあまずはここの OK カットボール。さあ相手ね鍵谷投手どうなんだろう、対戦あるかな、このねパームなんですよね鍵谷投手の強いと球種といえば。あーなるほどね、あこれはね、うーん分かってるかもしれないですね、一発で捉えてくるあたり、なるほどね、ちょっとね粘れるところまでは行きたいけども、ボールか。さあこのスライダーも強いけどどうでしょう、ふう、お振ったけども持ってかれるよね。さあせっかくなんで、あ超タイピンチつきましたけども、ちょっとね中継ぎ揃えてきてるんで、高梨投手安定の高梨投手でここは生かしていただいて、あータイピンつかない、タイピンつかないけどもどうかな、まずはスライダーを張ってるところにストレート、ここ入れてほしいけどもコントロールが乱れてるね。さあどうだ、詰まれ、あー外れていくね、外れていくよ、ちょっと入れ気味にしましょうか、入れ気味にしましょうかって、入れ気味にしましょうかっていった配球なんですけどね、うーん大きいスライダーもいいけどね、
そろそろ大きいスライダーも解禁したいところではあるけども、ちょっと取っときたいんだよね、まだ。おお、OK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 、いいよ。でここで大きいスライダー行くでしょと見せかけてからの、一回ちょっとスクリューで遊びたい、スクリューで遊びたいのよ。マジで、ちょっと待って待って待って、勝って終わりたいよね、せっかくなんで。ちょっと待ってください。さあここかな、まずは。あんま、あんま投げる球がねえんだ、投げる球がねえ、大江投手。ちょっとここで交換しましょう。さあ行け行け畑、相手がチェックしてる間に、球種何があるかなってチェックしてる間に投げ込む。オッケー、いいねいいねいいね。相手がね、球種を探してる間にね、見てる間に投げ込む、これですね。オッケー、いよいよ。さあ頼んだ。おーしゃおしゃおしゃおしゃ、オッケー、ツーアウト、なんとかツーアウトまで来た。さあ最後はこの人でしょう、大勢投手、行っちゃってください。泣いても笑っても、これでラスト。さあ最後は大勢投手に任せたいと思います。さあまずは内角にズバッと。OK、ナチュラルシュート。いいね、いいね。動くストレート、いいね。楽しい。見送っていく。高めのシンカーどうだ。ボール気味でいいけどね。OK。いやー2試合目なんとか勝ちました。いやいやいや、1試合目がちょっと不甲斐なさすぎて、さすがにこれじゃ終われないだろうっていうことで、2試合目なんとか頑張りました。いやー、もうまあまあカットしてると思うけどね。さあということで NPB もうすぐ始まりますね。今年こそはね、ぜひ優勝を目指して頑張ってもらいたいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でバイバイ。